はい、どうも高校サッカーフェチです。今回も今年注目する高校年代サッカー選手を発表していこうと思います。今回はゴールキーパー編ボリューム3です。沼田光輝3年青森山田高校プレミアイースト、青森山田ゴールキーパーの3原則落ち着き、キック、声、毎年確実に高校屈指のゴールキーパーを輩出してくる青森山田の今年の正ゴールキーパー、高い集中力と判断で冷静に対応する。それにしても青森山田の正ゴールキーパーって毎年1メートル80センチちょっとの選手が多い気がします。あとイケメン率も高い気がします。今野勝弘3年柏アンダー18プレミアイースト、ゴールキーパー安定供給大国柏さんの逸材。毎年ハイクオリティな代表ゴールキーパーを輩出している柏だが、今野もその例に漏れず大柄だが至近距離のシュートストップや飛び出しに優れ、当然ビルドアップにも優れる。ここ6年で5人プロになっている柏アンダー18出身の先輩たちに続けるかにも注目です。青山海3年川崎アンダー18プリンス関東、ゴリゴリゴールキーパー。ゴリゴリな見た目に反して抜群の反射神経で至近距離のシュートストップに長けており、高精度のキックで攻撃の起点にもなるモダンで川崎アカデミーらしいゴールキーパーです。1年生からプリンス関東に出ており、臆せずうるさく声を出していたのと、初代パラメヒコを着用していたことで個人的に印象が強いです。田辺美月3年丸岡高校プリンス北信越、北信越屈指の大型ゴールキーパー。昨年から正ゴールキーパーとして選手権でポテンシャルを見せつけた。長身を生かしたハイボールの強さとそれに似合わない機動力を併せ持つ。今後の成長に期待です。木村良也3年バルノスユースプレミアイースト、まさにバルノスさんらしいゴールキーパー。ゴールキーパーからしっかりつなぎ、そしてハイランを敷くスタイルに必要不可欠な足元の技術と守備範囲の広さがある。昨年は控えながらもアンダー17代表に入るなど評価は高い。ただ飛び出しの判断を誤って失点を招くこともあり、安定感はこれから試合に出ることで上げていきたい。はい、どうも高校サッカーフェチです。今日は小机駅に来ています。今からプレミアリーグイーストの横浜 FC ユース対 FC 東京アンダー18の試合を見に行きます。じゃあ早速日産小机フィールドに向かいたいと思います。いや、天気いいっすね。昨日の動画の後半でまた歌を歌ったんですけど、その歌の歌詞に明日もいい天気っていう歌詞があったんで、その歌詞の通りに本当に美しい青空が広がっていますね。サッカー観戦するの今年初でして、しかも
今神奈川にいるんですけど、県外に出たのが1年4ヶ月ぶり、19年の12月のちょっと久しぶりすぎてちょっと若干テンション上がってるんですけど、はい、歩いていくのもちょっと面倒くさいんで、僕の得意技である瞬間移動を、使っていきたいなと思います。じゃあ瞬間移動します。えい、はい、瞬間移動でやってまいりました。もう試合始まってるんですけど、じゃあ見ていきたいと思います。ちなみにこっちは日産スタジアムですね。はい、今日の僕のお昼ご飯です。これ初めて飲むんですけど、どんな味がするんでしょう。じゃあ早速飲んでみたいと思います。そこそこ、味はそこそこ、美味しいっちゃ美味しいですね。はい、強いて言うとね、人工甘味料がね、使われてることですね。アセスルファム系、スクラロース、アスパルテーム、FF ルニンアラニ化合物で、この人工甘味料って体にすごく悪いんでね。マイケル・ジャクソンの手形らしいです。
あれ閉まってる？え、なんで？なんだ、移転か。わあ、ジャケットがいっぱい。Thank you.